カテリーナ・トドロビチは、ルーマニア領南ベスサラビア出身のピアニスト、音楽教師、1909年から1940年まで日本で活動した。白系ロシア人とみなされることがあるが、来日したのは1917年のロシア革命の8年、前であり、来日の理由についても革命との関係は指摘されていない。現在では、 ウクライナ領オデッサ州に属するキリイアで、ロシア人の父とルーマニア人の母との間に生まれる。子孫のマイケル・トリップによると、カテリーナ・トドロビチの父ヤコブと母・リフカは共にユダヤ系であった。旧姓はシュレジンガー。記事のキリイアを含むルーマニア領南ベスサラビアは、1856年のパリ条約により、 ロシア帝国ベッサラビア圏からモルダビア公国に割譲された地域であり、1859年に成立したルーマニア公国を経て、1878年7月13日に批准されたベルリン条約により再びロシア帝国領となり、ベッサラビア圏に再編入された。オデッサでピアノを学んだ後、ウィーン楽友協会音楽院でローベルト・フィッシュホフにピアノを支持し、 1900年に音楽院を卒業した。ユダヤ人、ヨセフコーガンと結婚して1902年に、息子、ヤコブを設けた後離婚。二人の連れ子を持つ、セルビア人の物理、数学教師デュシャン・トドロビチと再婚した。1907年に、一家は、宴会州のハバロフスクに移住し、夫デュシャンは、同地のプリアムールゼーム局で管理となった。同年12月に、 息子ビクトルが生まれる。ルシャンが東京外国語学校のロシア語教師として採用されると、一家は1909年4月に東京に移住した。来日して間もなく、カテリーナは演奏活動を開始している。教え子に、クロイツァートヨコ、サイオンジハルコ、イノがおり、その他にも、前田都市公爵の長女、坂井美依子。 木戸孔一公爵の娘ら家族や三宅の礼状が、ピアノの指導を受けた。夫ドゥシャンが呼びかけ人の一人となった、最国級難解の参助者となり、第一次世界大戦終結後に、セルビア王国政府からカテリーナは聖サバ五島勲章を、ドゥシャンは白足五島勲章を与えられ、1919年2月10日に、日本赤十字社による授与式が行われた。 1934年10月に、東京で開催された第15回、赤十字国際会議ではドゥシャンが、ユーゴスラビア王国代表として出席した。演奏会では、ヨハンゼバスティアンバッハ作曲カール・タウジヒ編曲、トッカートとフンガニ単調 BWV565、アントニ・コンツキ作曲、ライオンの目覚め、英雄的基層曲をオッパス、115、アナトーリラードフ作曲、 船歌オーパス44のほか、フレデリック・ショパン、フランツ・リスト、ピョートル・チャイコフスキー、セルゲイ・ラフマニノフなどのピアノ曲を弾いている。ヤドビガ・ザレスカ・マズロフスカとの共演では2台のピアノで、アントン・ルビンシテイン作曲、ピアノ競奏曲と、トレパーク・オーパス82ナンバー6、チャイコフスキー作曲、ピアノ競奏曲、アントン・アーレンスキー作曲、 組曲第2番シルエットオーパス23を演奏した。新公共楽団との共演では、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲、2台のピアノの、ための競争曲計365、リスト作曲、ハンガリー幻想曲、ルビンシュテイン作曲、ピアノ競争曲第1番と、ピアノ競争曲第4番、ニコライ・リムスキー・コルサコフ作曲、ピアノ競争曲を、この絵秀で ヨゼフ・ケイニヒ、ニコライ・シフェルブラとの式で演奏した。その他の共演者に、デノール歌手のアドルゴ・サルコリ、バイオリンのビル・ヘルム・ドゥブラブチッチとジョルジュ・ビニエッティラが、いる。1940年7月31日に、ニッタマルに乗船して、日本を離れ、アメリカ合衆国に渡り市民権を取得した。墓所は、カリフォルニア州サン・マテオ・グン・コルマのセルビア人墓地。ありがとうございます。